オクタビオパスは、メキシコの詩人、批評家、外交官、メキシコ式シ出身。進歩的文化人だった祖父の影響で、文学的関心を深め、19歳で、諸女集、野生の月を発表している。1937年、内戦下のスペインで開かれた反ファシスト作家会議に参加。翌年に帰国してからは、新世代を代表する作家として、 精力的な執筆活動を開始する。1944年にアメリカに留学、翌年にはパリに渡る。1946年には外交官になり、ヨーロッパ各国を転々としながら、弓と盾ごと孤独の迷宮などを執筆する。しかしメキシコシティオリンピック直前に起こった反対性デモに対する政府の弾圧に抗議して、インド大使の職を辞し その後は、ケンブリッジ大学やテキサス大学、ハーバード大学などで教鞭を取りながら、執筆活動を展開した。ノーベル文学賞ほか多くの賞を受賞し、自身の主催する雑誌、ブエルタも、1993年にアストリアス交代子賞コミュニケーション及び、ヒューマニズム部門を受賞した。ありがとうございます。